2007 J リーグディビジョン1第20節です。横浜 FC とヴァンフォーレ甲府の一戦お届けをしてまいります。日中はかなり気温も上がりました横浜市。ここに来て若干風が出てまいりました三ツ沢公園球技場です。ここで先日事故により亡くなられたアレモン選手のご冥福をお祈りして黙祷を捧げます。横浜 FC 選手サポーターの皆様はご起立ください。昨シーズン横浜 FC の一員として活躍をしましたが、現地時間7月7日にブラジルで交通事故で亡くなったアレモン選手への黙祷が捧げられます。ありがとうございました。ご着席ください。今日は横浜 FC の選手は左腕に喪章をつけてのプレーになります。後半戦ホーム開幕ゲームディビジョン1の第20節横浜 FC ヴァンフォーレ甲府三ツ沢のゲームもう間もなくキックオフです。前半の45分はホーム横浜 FC ボールでのキックオフです。まず新加入のマルコス・パオロ左に振って前線です。ここはチョ・ヨンチョルが突っかけていきました。ペナルティーエリアの中です。これがチョ・ヨンチョルですけれども、ただ昨シーズン清水エスパルスのサテライトではセンターバックをずっとやっていたそうで、ポジションに対するその経験みたいなものは本人は不安はないというふうに話しているようです。ペナルティーエリアの中で須藤枚数は揃っていましたが横浜 FC クリアが甘くなったところ、須藤大輔左足のシュート、ヴァンフォーレ先制です。スローインからなんですけどね、あとちょっと重なってしまいましたかね。うん、そうですよね。それ自分が競ってその後やはり体勢早かったですよね。はい、クリア山田拓也、そして超四丁でバウンド合わせて前を向いていきました。ここには杉山が寄せていました。キーパー杉田です。まあ、ファウルなどを取られて少しこう苛立ちを見せる時間帯もありましたが、ここで前半終了のホイッスルです。さあ後半エンドが入れ替わりました。左側のエンドアウェイヴァンフォーレ甲府ボールで後半の45分のキックオフです。ああここは石原がいきなり杉山へのパスミスです。横浜 FC にボールが移ります。早く入れたのは滝沢、受けたのは平本、もう一度滝沢、ここは滝沢に対して積極的に飛び込んでいきました。いや胸のあたりでしたね。そうですね、はい、さあコーナーになりました。ヴァンフォーレ右から藤田健が入れます。ペナルティーエリアにはウルノ、それから須藤、久野も入ります。須藤完全フリー、ヴァンフォーレ追加点。16位のヴァンフォーレ甲府が18位の横浜 FC を突き放しました。今のシーン、いやー横浜 FC のマークはどうなっていましたか。今ちょっと遅れましたね。見ていったと思うんですけどね、ちょっと前にこう入られてしまいましたね。須藤これで今日2ゴール、仕事しましたね。まあシュート数こそ少ないですが、はい、本当に危ないシーンだ。石原から須藤こぼれたところ、これはオフサイドフラッグ上がりました。久野です。
からは大木武監督、林健太郎を入れました。そしていやらしく横浜 FC をじらしています。今日は須藤も2ゴール。ヴァンフォーレは何か糸口が見えてきたゲームでしょうか。そうですね。でもどうですか、いつものこのヴァンフォーレのこのパス回しは僕はできてないと思うんですよね。ですから大木監督はまあそんなに満足してないと思いますよ、内容的には。なるほど、まあ、中身が短い中ではスコアを含めいいゲームはできたかなという評価はあるんでしょうかね。そうですね、いつもヴァンフォーレはこう内容はいいけどやはり結果が出ない。今日は結果、あの内容良くないけど結果を出してるっていう、そういう試合ですよね。時計94分回りまして、三沢競技場試合終了のホイッスルが鳴り響きました。得点力不足という課題を抱えていたヴァンフォーレ甲府、今日はこの須藤の2ゴール、0対2、アウェーではありますが横浜 FC を下しました。さあ桑原さん、はい、一言出てきたというのは放送席あと黄色インタビューのようです。ヴァンフォーレ甲府須藤選手に来ていただきました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まずはもう本当に汗だくこの暑い中のプレーだったんですけれども、振り返ってみて全体的にはいかがでしたか。そうですね、やっぱ後半戦初戦この前の試合負けてるんで、今回は絶対に勝たなきゃいけないっていう試合で、本当最初から自分たちのサッカーができてこういう結果につながったと思います。本当早い時間にまずは1点あげましたけれども、あの時はどんな気持ちで食らいついてきましたよね。そうですね、やっぱ自分の持ち味は本当泥臭いゴールなんで、本当気持ちで押し込めるような形でできたんで本当良かったと思います。まあ、1点リードの中でちょっと思うようにはなかなかプレーはできてないのかなという気はしたんですけれども、その中どういう気持ちで皆さん戦ったんでしょうか。やっぱり横浜 FC の方も本当全力で向かってきてるんで、そんな自由にはさせてもらえなかったんですけれども、その中でもやっぱ自分たちらしいサッカーを最後までやろうっていう気持ちで戦ってました。そしてあの前節と同じ数的優位の場面ができまして、そこでいい時間帯にさらに1点を追加。まあ、流れ的にはそんなに良くない時間帯だったんですけれども、まあ、セットプレーで得点っていうのはサッカーの中では結構なウェイトを占めるんで、そこで取れて、まあ、結果的には良かったと思います。まあ、次節は列戦になります。中も2日しかないですけれども、ここからどうやって戦っていきたいと。そうですね、やっぱこういうふうに遠い横浜まで、応援に来てくれているサポーターのためにも、今度のアウェ、まあ、ホームですけれども、あの国立っていう個性ではないアウェーでやるわけですけど、サポーターのためにも、勝利をプレゼントしたいと思います。今日もバス5台200人以上の人が駆けつけてますからね。次も頑張ってください。はい、ありがとうございます。須藤選手でした。